民六社は、明治時代初期に設立された日本最初の近代的、啓蒙学術団体、民六雑誌。1874年発行の第1号1 8 7 3年7月に、アメリカから帰国した森有紀が、福沢幸吉、加藤博之、中村正直、夫、青州、西村茂木、津田真道、三栗周平、杉浩二、三栗林昌らと共に、 同年秋に啓蒙活動を目的として結成。名称の由来は明治6年結成から来ている。会合は毎月1日と16日に開かれた。会員には旧幕府官僚で改正書の関係者と慶応義塾文科生の官民調和で構成された。また、学識者のみでなく旧大名、浄土新州本願寺派や日本銀行、新聞社、 かつ海州ら旧氏族が入り乱れる日本の早々たるメンバーが参加した。1874年3月から機関紙名録雑誌を、発行、開花期の啓蒙に指導的役割を果たしたが、1875年、大上官政府の残暴率、新聞紙条例が施行されたことで、機関紙の発行は43号で中絶、廃刊に追い込まれ事実上解散となった。 その後、民六社は民六会となり、福沢諭吉を初代会長とする東京学士会員、帝国学士院を経て、日本学士院へと至る流れの資源でもあった。帰国した森有則は、布告強兵のためにはまずは人材育成が急務であり、国民一人数とが知的に向上せねばならないと考えていた。そして欧米で見分してきた学会なるものを、 日本で初めて創立しようと考える。帝都家の名家を招集するために西村茂樹に相談し、同志への呼びかけを始めた。当時27歳であった福沢諭吉を会長にお住も誇示し、森が初代社長に就任。最初の定員は10名で、青春、津田真道、中村正直、加藤博之、三つくり周平、杉浩二、三つくり臨で創立された。 会員は、定員、通信員、名誉員、格外員に分けられていた。同年4月11日には、第1号の開放が発行され、雑誌掲載論文数は156編に及んだ。いずれも、明治初期の時代精神を映した論考であり、発行部数は月平均3200部に達した。明治8年9月になり、民録雑誌の休館が決定され、多くは、 文部省直轄の東京学診院、帝国学診院へと移行していった。版書調べ書、改正学校、大学南校、東京医学校など、後に東京帝国大学の前身となる教育機関、及び慶応義塾の関係者が多数参加していた。ありがとうございます。